こちらのメタルラックの横にあるこちらの水槽、60センチ水槽でして、こちらは熱帯魚が入っております。どんな熱帯魚が入ってるかというと、まずこちらアーマードプレコという魚で、まあ熱帯の方のナマズの仲間で、この吸盤のような形をしている口で、壁面や流木に吸い付いて流木の表面だったり苔を食べるお魚ですね。このアーマードという名前の通り、鎧のようなごつい鱗で覆われている防御力高めの魚ですね。で、今度こちらがオレンジフィンアーマードプレコという、まあ、アーマードプレコのお仲間でして、名前の通りちょっとヒレの先っちょがオレンジなんですよね。で、まあちょっとアーマードプレコほどではないんですけど、鎧のような鱗に覆われてる魚です。こうやって吸盤状の口で流木にひっついてるわけですね。ちょっとこの流木がね、色が薄くなってる、剥げてる部分はプレコが食べてるとこですね。で、あと一応この水槽の主役がまた別にいまして、それがいた、こちらのマンファリという魚ですね。もう見た目でわかるかもしれないですけども、アリゲーターガーというが最近ちょっと話題になってると思うんですけども、そちらの仲間で、まあ、キューバンガーという別名もあるガーパイクのお仲間ですね。こちらね、平成30年にね、ガーパイクの飼育が禁止になっちゃうんですよね。ブラックバスとかブルーギルと同じ特定外来生物に指定されることになってまして、その30年になるまでにちょっとガーパイク欲しいやつは買っとかないとなと思ってちょっと奮発して買っちゃいました。うん、まだまだすごいベイビーなんですけどね、この子も1メートルぐらいにはなるんで頑張って育てたいと思います。この中に入ってるメダカとかはガーパイクの餌ですね。プレコの方はもう完全に専用 このプレコ用の餌があるんで、これを与えてます。で、こちらの水槽の横の方にあるのが30センチのキューブ水槽で、この中には自分が魚取り行って捕まえたマナマズのベビーが入ってます。ここにちょっとヒレが、尾びれが見えるぐらいなんですけど、やっぱマナマズなんでね、基本隠れてばっかであんまり姿は見れません。で、マナマズの水槽の横にちょっと一応ネオンテトラだとかの小型の熱帯魚を飼育してる水槽があるんですけども、こっちやっぱちょっと一時的な避難場所でございまして、そのうちまたしっかりとしたね、レイアウトをした水槽を立ち上げたいと思ってるので、ちょっとここはね、あんまりちょっとまだ映さない感じでお願いします。でも水槽の周りにちょこちょこ小人がいるんですけども、こちらですね、頭にハコフグの帽子を乗せたさかなクンさんなんですよね。これ何だったかな、水際のさかなクンとかの名前で、1回300円ぐらいでガチャガチャで売ってるやつで、こうやって水槽の端っことかに座ったり引っ掛けたりできる面白いやつなんで、いろいろね買っちゃいました。こういった、生き物の飼育設備がいろいろとありまして、あとこちらですね、俺の生き物の飼育以外の趣味である筋トレ用の道具、ベンチプレスの台と、あとバーベルとダンベルとっていうのがあるんですけども、ちょっとね最近はあまり筋トレできてないんですよね。であとこちらがですね、富士通製の脱臭機、匂いを取る機械なんですけども、これもちょっと奮発して2万何本ぐらいのちょっといいやつを買ったんですけども、これすごいいいやつなんですよ。価格 .com とかでもなんかもう評価トップぐらいのやつで、20畳分のお部屋をこれ一つで脱臭できるということでね、
まあ、生き物がたくさんいてうんこの匂いとかも普通に臭いんで、これをちょっと置いたところ、なんだろうな、俺の気のせいじゃなければあんまり匂いはしないです。これ結構おすすめですで、他の人も言ってました。そんな脱臭機の横にあるのがこちらの90センチ水槽。こちらにいる魚がちょっとね、ワニさんの自慢の魚でして、よいしょ、こちらがアミヤカルバという古代魚ですね。ちょっとこれ結構レアな魚で、もう輸入量自体が少ないんでショップで取り扱ってるところも少なくて、でちょっと幼少期の飼育が難しめということで、もう飼ってる人も結構少ないんですよね。このねアミヤカルバをね、もう10センチいかないぐらいの時から育てて、今この、まあ、45センチ水槽、45センチのこの幅の水槽でこのサイズとか多分40センチいくかいかないかぐらいまで育て上げたっていうのが俺の自慢なんですよね。この子はですね、まあ主にまあ金魚だとか捕まえた魚だとか生き餌をあげたり、あとこのビッグキャットっていう低成魚用の肉食魚の人工飼料を与えたりしてますね。この背びれの動きが美しいでしょう。この動きこそね、似たような魚はいてもアミヤカルバにしかない魅力だと思うんですよね。で、この90センチ水槽の横にあるこちらが多分ちょっとおなじみなフクロモモンガのケージですね。基本的に巣に引きこもってます。よいしょ、開けるとね、あれ餌かっつって反応して顔を出してくるんですけどね、ほんといつ見てもあざといぐらい可愛いね。え、この目の大きさ。この子はですね、こちらのフクロモモンガ専用のフードってのがあるんで、そちらを主に与えてます。たまに果物とか野菜とかねあげたりしてるんですけど、でこのフクロモモンガのケージの横にあるこちらの水槽、この中にいるのはジーベンロック長首ガメというカメですね。よいしょ、名前の通り非常に首が長いカメでね、ここに出てるの首なんですよね。全部首が甲羅の中に引っ込められないカメなんですよ、長すぎて。こうやって首を折りたたんでかろうじてちょっと引っ込めてるかのごとくガードするっていうカメですね。この子がねちょっとね好き嫌いが激しくてね、もう餌、人工のカメの餌とか全然食わないで、こちらのこのエビばっか食べてるんですよね。これしか食べない。元気いっぱいですね。
うわ、長い長い。首が長い。ちなみにこちら冷凍庫なんですけども、この中身がね、ほとんど生き物の餌しか入ってないんですよね。こちらが冷凍のアカムシ。これも小型の熱帯魚とか、あとナマズの幼魚とかが喜んで食べますね。でこっちが冷凍の金魚で、冷凍のネズミの核サイズって感じですね。そんな感じのダイニングでした。次はリビングと、あとベランダの方にもいろいろあるんで、そっちも紹介していきたいと思います。こうご期待。ちなみにこのアミアカルパの水槽のこの下の部分、ちょっと普通の人には見せられないような場所になってまして、我が家のトカゲやヒョウモントカゲモドキたちのためにゴキブリを繁殖させているケースでございます。この餌用のゴキブリデュビア、正式名称アルゼンチンモリゴキブリを繁殖させてまして、何匹いるかな、最初千数百匹程度飼ってたんですけど、ちょっと繁殖がねうまくいってまして、結構多分もう2000匹はいってんじゃないかなって感じですね。この卵パックひっくり返すたびにこんぐらいわさっといるんでね。餌としては太顎とヒゲトカゲのために買ってきた小松菜の茎の部分とか、もういらない野菜の部分と、あと昆虫用のゼリーを与えてます。このでっかいのが親ですね。これぐらいのサイズの頃が子供を産んで、ちょっとずつ成長していく感じで各サイズがいますね。このおかげでもう当分はゴキブリ買わなくて大丈夫なんですよ。でもこれから先買わないんじゃないかな。ここには真っ白い個体とかね、特にアルビノってわけじゃなくて、虫って脱皮直後は白いもんなんで、脱皮直後のデュビアっていうだけですね。